はい、こんねぎもりもりです。今回はね、今月はバトルパスカードのね、これを紹介していきたいと思います。まあね、今回はちょっと後取りなんですけどね、まあ気にしないでくださいっていうことでね、まずは古典ミサイルのこのコロンビア君とね、同じミサイルですかね。でその後に DF-10 ね、2枠目ですね。そして次 A202 全部ですね。こいつがまた強い、こいつがね、防空クソ強いんでね、最高ですよ。まあね、試合で見ていきましょう。あって、アクヤとで、ヘリとシグマのまあ優勝ということでね。次でシーアムですね。はい。ではね、行きましょう。レッツゴー。まあね、こいつは本当にまあやっぱ A220M をね、やっぱ3機ね、倒壊再生ということでクソ強いですね、こいつ。防空が、対空がクソ強いです。で、まず、固定ミサイルがこんな感じで2発発射ね。約3万3000ダメージをいいですね。で、リロードもね、結構短くて使いやすくはありますね。結構使いやすくあります。で、A220M が3機で6万と。こいつはやばいです、こいつは。こいつはやばいです、マジで。ほんまに。A220M ね、ほんま最強ですから。で、防空もね、最強ですから。ということでね、まあ、行っていきましょう。まあ、後取りね、ちょっとタイミングがね、あんまつかめないんですけど。まあ、さっきね、見た通り A220M ね、今回主役です。で、今回のね、艦艇はね、本当にやっぱ四方三機と、やっぱ防空がね、まあまあ硬いんですよね。で、こんな感じで A220M、あ、やべえ、あとな。こんな感じで、やっぱ面機がね、やっぱりね、A220M 3機と、3機がね、非常に素晴らしい。あ、まあ、この艦艇はやっぱ四方メインですよね。じゃあ、ちょっと撃沈してみましょう。これで見てくださいよ。ほらほら。航空機が溶けてきましたよ、航空機が。航空機さんが溶けていきますよ。あ、強っ。おっと、ミサイル切り避けよう。おっと、ギリ避けるかな。おっと、ギリ避けれた。A220もね、本当に強い。ほんまに。もう、航空機は溶けますから、3機も。そしてね、対艦にも全然使えますからね。だから、エイムが必要ないんですよ。A220M って、ロックオンしますから。だからね、結構、エイムがね、手法のエイムとか苦手な人は A220M おすすめですよ。で、こんな感じ。いや、強っ。航空機は溶けていくわ。強い。自動でね、変装もしてくれるんでね、結構、手法の中では結構精度も高いですし、本当に強ですわ。あー、強い。強すぎる。A220M がね、本当に強すぎる。やばい。A220M、おっとです。クーボでいきましょう。いや、クーボもね、艦隊に対して A220M ね、普通に6番出ますからね、全部だと。普通に強ですわ。もうこれメイン艦隊でしょう。合わせのシップよりも強いぞ。本末転倒だけど。やばすぎる、これは。これはやばすぎる。いや、これもね、魚雷もついてるんだね。また受けてさ、ちょっと左辺できるのはちょっと策適してもしちゃうか。いや、もう A220 が3機あることしか言ってねえわ。まあね、他にもこの艦艇はね、まあちょっとまあデメリットといえばね、まあ、やっぱ巡洋艦ね、最弱のね、耐久なんで、ちょっとね、まあ突撃しすぎると、ちょっと死んじゃうんでね。まあ遠距離からね、まあぼちぼち、遠距離じゃないかな。中距離ぐらいで、まあ、ぼちぼち、ね、攻撃していくのが、自分個人的にはね、良い戦法なのかと思いますね。うん。こいつで体力40万しかありませんからね。ちょっと48万かなしかありませんからね。ちょっとこれはあんまり無線届くと死にますから。って言いながら、あっちら辺に敵いますね。行ってきましょうか。さて、これはどうするか。これがどうしようかな。でも、あ、敵が敵だ。オッケー。こんな感じで A220 だけど6万ダメージもやばい。で、そしてメインミサイル固定、メインミサイルサポーター化して DF-10 へ撃つ。あ、強すぎです。OK! 強い。お、同じ名前なんて言うか知らんけど、同じ艦艇が一緒や。あ、ミサイル引き出してくれた仲間。強っ。さあ、レッツゴー。いけ。あー、ペインも加勢してくれてるわ。そこで魚雷撃つのはバカ。OK! 撃沈、キル。そして、ソースもね、行きましょう。
強いや DF12 がねまた強い A220 だったらね6万ダメージいきますからA220 だけで6万ダメージ使う普通にグラニート一発レベルですよ。グラニート一発レベル強っということで撃沈しました。あとは潜水艦のみ潜水艦毒輸入をちょっと策できてないな。ヘリで策できすっか。さて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 あとヘリはどこかなということでちょっと接待傾けましょうか。さて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 これはどこにいるのかな。ちょっとこれ探しましょうか。ちょっと早めに見つけたいな。オハイオか。オハイオならまだいいな。ちょっとベルとかイザナミならちょっと厳しかったけど、まあベルじゃない、オハイオならまあいけるかな。おはようって言ったことありましたね自分。おはよう、あの早く なんていうのやん、ちょっと言っていいですか。おはよう、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 あおはように聞こえるわ。おはようを早く伸ばしたおはよう、おはように聞こえる。ちょっとめっちゃ動画に関係ないけど、おはよう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 、あおはよう、あ普通おはよう、ようで飲む、ようで飲ますまあまあその話はいいとして、おっと潜水艦見つけましたねまあその話はいいとして、ちょっと潜水艦をね最後倒して終わりにしましょうか。いやー今回アスター核魚雷じゃなくてアクア積んできてよかったな。やっぱ時代はねもう魚雷じゃねえわ、てこい向こうですよ。魚雷向こうって意味だからな。さて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 最後は仕留めていきますよ。さあちょっと一回ヘリでちょっと魚雷だけ落としましょうか。こいつもね5万ダメージ入りますからね、結構強いですよ。いいねこれは強い。さて悪役はねデコイ無効なんでね、これが強いっすね。はい、アクヤ君はねデコイ無効なんで、さあさあさあ行きましょう行きましょう。さて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 これは行くかな。あーでも結構地味にやってきてんな。ちょっと魚雷を置きたいところだけど、まあねこいつも弱点もう一丁がね、やっぱちょっと対戦兵装がねちょっとないんでね、まあちょっとそこら辺はカバーしていってですね。なのでね、まあ魚雷はね、まあアスターとかデコイが効くやつじゃなくて、まあ先月のね、バトルパスのね、あのタイガー君かな、だったり、アピア君だったりね、そういうのが私個人的にはね、いいのかなと思います。まあそれが無理ならね、まあ普通にまあスピアフィッシュとかまあ、そこら辺でもね、十分いいと思います。まあ重力式とかそういうのも罪は悪いかな。って言いながら、あと少しですね、仕留めていきますよ。さあ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 、いけ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 、あ、火出した火出した、あったよお仲間さんね、魚雷が潰れた。まあいいや、あわあこれ当たるか、ちょっとやばいな、ちょっとやばいな、ちょっとやばいな、これチャプターいて、チャプター君も、いやちょっと結構避難してんな。まあまあ大丈夫かな、知らんけど、おっとこれジージーかな、オッケー、ジージーです。いやちょっとね、まあ総合的に見て、まあデメリットはね、まあこのちょっとね体力がちょっと少ないんで、まあ中距離あたりで攻撃していきましょう。まあ本当にメリットはね、主砲3機もあってね、本当に火力ガンガンでね、防空もまんま強いんでね。ではね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ご登録もぜひよろしくお願いします。